皆さんこんにちは、リコです。各自治体の支援策が決定しています。滋賀県長浜市、長浜市の新年度当初予算案が発表されました。一般会計の総額は過去最大規模で、子ども・若者応援と健康医療を2本柱としています。市長は急速に進む人口減少と少子高齢化、これにどのように立ち向かうかが市政の重要テーマ。2つの柱は子ども・若者応援、そして健康医療と述べ、2つの柱として挙げた子ども・若者応援と健康医療を軸に、主な新規事業としては18歳以下の子どもを育てる世帯と39歳以下の若者夫婦の定住促進策として、住宅の新築・購入の際、最大50万円を補助する取り組み。小学生から大学生までの世代は集め、それぞれの悩みやニーズを聞き取って、施策に反映させる取り組みなど予算を計上しています。長浜市の新年度当初予算案は、26日開会した市議会に提出されています。大分県大分市。大分市が2024年度の当初予算案を発表しました。過去2番目の予算規模です。子どもの医療費助成を高校生まで拡充するほか、病気などにより脱毛症状がある子どもが医療用ウィッグを購入する費用を助成する事業も始めます。また、働き手確保を目的に将来市内での就職を希望している学生を対象とした返還を免除する奨学金制度の予算も盛り込みました。一般会計当初予算案は3月4日に開会する大分市議会で提案されます。長崎県佐世保市。佐世保市議会が26日に開会し、中学3年生の教育費を無償化にする事業などを盛り込んだ新年度当初予算案が提案されました。前年度に比べ 1.4% 増えていて、過去3番目に大きい規模となっています。市長は、子育て世代に優しい街づくりのためには、子どもや若者がそれぞれ抱く希望を社会全体で支えていく仕組みづくりが必要と述べ、私立中学校の3年生の給食費や第二子以降の保育料を無償化にするための授業費などが盛り込まれています。東京都文京区。令和5年6月、国が示した子ども未来戦略方針の中で、児童手当における対象年齢の拡充に取り組む方針が示されました。このことを受け、国が実施するまでの間、16歳から18歳までの高校生世代を養育する世帯に対し、区独自の給付を行うことで、次世代を担うお子さんたちの育ちを支援します。こちらは都が実施している018サポートとは異なる、文京区独自の子育て支援策です。申請はそれぞれ必要ですのでご注意くださいとのことです。また、最新のお知らせとして、12月15日までに申請された方の上半期分につきまして、2月27日に振り込み、28日に入金いたします。支給金額等の詳細は2月22日に送付する支給決定通知書をご確認くださいとのことです。対象者については、区内に在住する16歳から18歳までのお子さんです。申請者は対象者となるお子さんの保護者としています。対象期間と支給金額については、対象期間は令和5年4月から令和6年3月までの12ヶ月を予定しており、支給金額は月額5000円で、年額最大6万円としています。支給金額の決定方法については、月額5000円×要件に当てはまる月数が支給金額となるということです。区のホームページにて詳細が掲載されておりますので、対象と思われる方は確認をしましょう。ここまで各自治体の情報をお伝えしてまいりました。こちらのチャンネルでは、日々様々な支援策や給付金、役所などが教えてくれない助かる情報などをお伝えしております。わかりやすく、聞き取りやすくをモットーに配信しておりますので、皆様のお役に立てたら幸いです。それでは、リコの部屋をお届けしたいと思います。本日の質問はこちら。リコさんの髪の毛の色は何色ですか？ご質問ありがとうございました。私の髪の毛の色はイラストみたいな感じかなと思っていたんですが、もしかしたらもう少し明るいかもしれません。
髪の毛の長さはイラスト通りなんですが、髪の毛の長さもあるからか、やっぱり毛先の方が傷んでいるので退色してきてしまって、染めてもだんだんと明るくなってしまいますね。でも来月の美容院に行くときは少し色のトーンを落として落ち着かせようかなって考えています。皆さんはカラーなどしていますか？よかったらコメント欄にて教えてください。ではその他質問も随時募集しておりますので、お気軽にコメントまでお待ちしておりますね。その他お金に困らなくなる3つの知識としてブログも書いています。概要欄上部に掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。では皆さん、いつも高評価とコメント本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連さまざまな分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。